こんにちは、ナルワン TV です。台湾のニュースをお伝えします。嘉義県と沖縄県のコーヒー協会が交流会を開催、MOU を締結。沖縄県那覇市で9月3日、嘉義県と沖縄県のコーヒー生産者や販売関係者の交流会が行われ、嘉義県コーヒー産業発展協会と一般社団法人沖縄コーヒー協会が MOU を締結しました。嘉義県からの9社のコーヒー生産者が参加し、 MOU の締結には沖縄県を訪問中の嘉義県庁が立ち会いました。県庁は嘉義県は北回帰線上のコーヒー栽培に最適なコーヒーベルトに位置し、日中と夜間の気温差が大きい有山で栽培されたコーヒーは実は成長速度が穏やかにあり、果肉が厚くエキスをしっかりと閉じ込めている有山産のコーヒーをアピールしました。中秋節、国慶節の連休に台鉄の労働組合ストの可能性。台鉄労働組合の全国電車運転士産業組合は9月7日、9月22日の中秋節と10月10日の国慶節の連休期間に法律に基づいて残業を拒否するストライキの動員令を発表しました。2日間で労働組合に所属する約1500名の運転手のうち8割がすでに署名をしました。全国電車運転士産業組合は職場の安全を維持し、組合員の権益を守るためにストライキの実施を決定したと説明しています。全国電車運転士産業組合は台鉄の法人化にあたり運行の安全性が十分に議論されていないこと、従業員の権益も削られたことを指摘し、また2022年5月1日のストライキ後、具体的な協議が行われていないことを批判しています。桃園空港、夏休み期間の旅客数671万人。桃園国際空港は9月8日、7月から8月の夏休み期間の旅客数が本来の予測の650万人を 3% 上回る671万4千人であったと発表しました。8月の単日平均旅客数は 10.8 万人で、コロナ前の2019年同月の平均 13.9 万人と比較して 78.4% まで回復しています。また今年の1月から8月の旅客数合計は2188万人で、2019年同期と比較して 66.6% まで回復しており、今年の旅客数は3000万人に達する見込みで、2025年には2019年の年間旅客数4868万人の水準まで回復すると予測されています。以上、ナルワン TV でした。